です。大丈夫かな。はい、B7 もさっき予習したんで。お、えらい。どうしたの最近。いや、本当に、コード思い出すので授業が終わるともったいないなと思って。そりゃそうだよね。はい。学校でもそうですけどね、予習復習だなと思って。ああ、賢くなった。A メロの部分だけまずやってみようと思うんだけど、基本的にコード、1小節、ちょっとこれ分かりやすくするために、コードが1小節に2つずつになってるのね。1小節に4つストロークをしていきたいと思います。なので G が4回、D が2回、B7 が2回みたいな感じで進んでいく感じ。はい、A メロだけやってみると、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、前半の A メロ、こんな感じです。できそうですよね。はい、じゃあやってみましょう。 OK、 いいじゃない。はい、じゃあ B メロは、ちょっと弾き方変えましょうか。タンタンツで止める。タンタンツタンタンツタンタンツ、上から下ろしてますよね。タンタンツツは、まあ、どこで止めてもいいんだけど、弦を止める。そう。あ、それでいい。ここまで。A7 までこの弾き方。はい。わかりました。で、A マイナーからは、で、4つになって、はい、で、D は8つ。1、2、3。で止めやるから。1、2、3。そう。わかったわかった。あれだね、はい、A マイナーの時に、はい、これ4つなんだけど、はい、8つとして数えるといいかもしれない。はい、8つね。で、8つのうちの半分は空振りする。だから A マイナーの時はタンウン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 ウンを空振りするの。タンウン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 。で、 D はそのまま当てる。タン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 。すごっ。そういうこと、そういうこと。うん、だから、タンタンウンって止めるじゃないですか。はい。で、その流れで、タンタンウン、タンタンウン、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 タンウンっていう、その捉え方にするとやりやすいかも。めちゃめちゃわかりやすいです。あ, ありがとうございます。じゃあ、こっからサビですね。C メロですね。こっからサビなんですね。そう。はい、だって、どっからサビなのじゃ。分配ですね。終わったと思ったもん。自分で選曲しといて曲分かってないのかもしれない。ほんと、グッバイで本当にグッバイするとこだったね。もう勝手に私の中でだいぶ盛り上がってたんで、これ以上盛り上がるんだっていう心をかけて、もうだいぶ自分の心の中盛り上がってたんですよ。勝手に完全燃焼しないでもらっていいですか。もうだいぶもう自分の中で満足しちゃってる。A メロは4つで弾く感じね。はい、で、 B メロはタンタンツで止める感じね。で、 Am7 はタンウンタンウンで、 D がタタタタタンですね。はい、じゃあサビですね。タンタンタンタカタンタンタンタカにしようかな。やばいやばい、ちょっとメモします。何急に慌て出してる。タンタンタンタカが出始めるともう私はパリッと絶対にもきつくなんですよ。何度私このメモに助けられたかも。急に忙しくなってるじゃん。やばいと思って、簡単なストロークじゃないやつが出てきた。はい、これを一個一個でやるってことですか。そう、タンタンタンタカ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 。うん、これくらいのスピードですか。うん、スピードは任せる、できる範囲でいいですよ。あ、OK です。お、できたね。はい、いいね、いいね。
あ、余裕だね。多分大丈夫です。うん、じゃあ、タンタンタンタカが前半。はい。後半はタカタンタンタカ。やばい。そういうことですね。前半、後半。全部一緒かと思った。あ、全部一緒でもいいんだけど、それで余裕だったら前半と後半に分ける、はい、せっかくなんで頑張ります、うん、もうタンタンタンタカの後は何ですか。タカタンタンタカだから最初の部分がタンタンなのかタカタンなのかの違いですよ。はい、今意味分かんなかったでしょ。全然分かんなかった。今のはいはね、本当にね、何言ってんだ何言ってんだこいつの灰だった。んタカタンタカから始まるってどういうことですか。下からってことですか。うん、ダウンアップダウンアップ。だから1番と2番のフレーズ、C メロの一小節目やると、タンタンタンタカタカタンタンタカってこと。はい。タンタンタンタカタカタカタンタン、ちょっと待って、分かんなくなっちゃう。もう一回。タンタンタン、タンタンタン、タンタンタン、そう。タン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 、合ってます？合ってる合ってる。できた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 。コードは今すごく簡単なコードになってるんだけど、本当はもうちょっと複雑。ああ、うん、なんかインプレットで見たとき結構よくわかんないの出てきました。そうでしょ、簡単ねっても。うん、そう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 、簡単って書いてあったんで。でもなんか先生のはまたさらにそこからアレンジされてたんで弾きやすかった、うん、超簡単にしてあるので、まあ余裕があれば少しずつあのまたコードを増やしていくっていうふうにして、まあ今日はねストロークで多分いっぱいになると思うんで。そうですね、うん、ストロークでもうお腹いっぱいなんで、うん、なのでコード自体はストロークもなるべく早く慣れて、うん、でストロークもまだまだね、あの深いところに行きたいんですよ実は。行きたいです、うん、なかなかすいません毎回ちょっと簡単なストロークで私がパニクるから。全部等間隔でタタタタカタカタタタカって言うと変なんですよ。こうやってやるとちょっと素人っぽいんですよね、うん、悪くはないけど。これを強弱つけてってやると奥行きが、やってること一緒なんですよ。ちょっとやってみよう、うん、ちょっと、あ、でもそうそう、その乗り方その乗り方、うん、いうことですよね。そう、確かに、うん、みんなやってますね。なんかこうやってやってるイメージが。そうするとグルーブが出るんですよね。ノリが出るからやってて楽しくなるでしょ。で自分もやっててあの乗ってくるから演奏してて楽しくなるんですよ。そうですね、うん、私いつもなんか本当平坦に弾いてました。こう強弱入れないで、うん、そうそう、だから余裕が出てきたらその強弱を出していく、はい、もうこれ自由でいいんで。はい、わ、うん、かりました。まずは自分の好きなようにやって、で後々やってみるとだんだん、はい、このリズムダサいなとかこのリズムかっこいいなっていうのがだんだん見えてくるんで、うん、見えるなるかな、なるなるなる、楽しいですね。またさらに、うん、そういう風にして少しずつかっこよくしていくといいと思います。はい、うん、ストロークかっこよく余裕持ってできるように頑張ります。はい、頑張ってください。じゃあ風邪とかひかないように。はい、遅くまでお疲れ様です。ありがとう、バイバい。正解。